はい、ユーグッドです。今回は YouTube、Instagram、TikTok で大人気になる動画クリエイター養成講座より、本編の中身を一部、ご紹介していきたいと思います。その中で今回はステップ2-2、ポートフォリオ動画を作ろうというものを実際に、挑戦していきます。本の通りに進めていきます。はい、ではまず一番最初、プレミアを開きます。そして新規プロジェクト、こちらに名前をエディットとします。で、場所ですね、場所ですね、参照をして、まあ作りたいところですねを選択します。左下の新規フォルダを選択してポートフォリオで作成選択します。そしてこのまま OK。 そして、このようにプレミアが立ち上がります。この本では撮影素材、使用する素材をダウンロードすることができますので、事前に保存しておいてください。ファイル読み込み、実際に使用するポートフォリオのこの5つを選択して読み込み、次に新規ファイル、ファイル新規シーケンスを選択します。今回の場合は縦動画になりますので、設定で編集モードをカスタム、フリーフレームサイズを1080の1920。次にプレビューファイル形式、GoPro シネフォームを選択します。でシーケンス名はエディットで OK。 するとこの右上に縦動画のシーケンスができます。これをカット0104、読み込んだファイルを左詰めで配置していきます。再生すると歩いてくる女性が手を隠す、そして噴水広場にいてジャンプをすると、港のところに行って歩く、で手を横切ると夜景のところですね。このような感じです。でこの素材をまず時間通りにカットしていきます。8秒、ここに、タイムラインの左上にある時間のところに800と入力して OK を出すと、8秒の位置にインジケーターが進みます。そこでレーザーツールでカット、で分割された右側を選択ツールで選択してオプションを押しながらデリートで詰めます。キャップが詰めます。キャップというのは普通にデリートを押すと空間が空いてしまいますが、オプションを押しながらデリートを押すと右側が左側に詰まります。続いて9秒、900と打ち込みエンター、その位置でレーザーツールでカット、選択ツールで左側、分割された左側を選択してオプションディレートで詰めていきます。再生すると、このつなぎ目を再生すると、女性がカメラをレンズで塞ぐと、次にまたレンズを開けると違う場所に行く、場面転換展開ですね。そのような演出ができます。撮影と、カット編集によってエフェクトも何もいりません。よくある手法ですね。で続いて、15秒19、
ジャンプしてるところですね。そこに合わせてカット、これは何をしたいかというと、まあ、普通に再生するとジャンプして着地します。で次のカットではジャンプして着地、まあ、これと同じようなことになるんですけれども、まあ、ジャンプの途中でカットが切り替わって違う場所で着地するというような演出をやりたいわけです。まあ、さっき15秒19フレを削りましたが、そのうちの右側を選択してまたオプションをしながらディレート、Windows の場合は Alt とディレートなんですね。僕はちょっと Mac 用なので、すいません、19分06に進んでカット03の頭をカット、レーザーツールでカット、同じように分割された左側をオプションデリートで詰めます。再生するとジャンプの途中で切り替わるっていうような演出になります。まあ、カット編集の楽しみ方ですね。まあ、これがより同ポジだとすごく気持ちいいカットになります。続いて31秒263126と押してエンター、ここで一回カットします。これはどのようなカットかというと、画面の左から右に、まあ、こうやって手がカメラレンズを追うんですね。なのでこの覆った後の部分をワイプで次のカットを出していくというような演出にしていきます。で、まあ、同じように31秒26の位置でカットしましたので右側を選択してオプションデリートで詰めます。で32.24にインジケーターを合わせてカット4の頭をちょっとだけ切ります。まあ、切る理由はあれですね、左からフレームインしてくるんですけれども、まあ、そこまでちょっと長すぎるというところでカットします。オプションデリートで詰めます。まあ、再生するとまた通り過ぎるとこのカットになる。これは後で、つなげていきます。エフェクトを使ってつなげていきます。で45分02、この位置に合わせてカット、これはまた女性がカメラレンズを手で覆うので後ろのいらない部分をカットするということです。続いて、これで大体のカット編集できたんですけれども、先ほどのこの部分ですね、マスクをかけていくんですけれども、まずですね31秒15、31秒15がなぜかというと手が行きすぎて、手がガメラレンズを覆ってで31秒14では全部埋まるんですけれども、31秒15になるとちょっと隙間が出てきます。ここからマスク作業が始まります。なのでここで一旦クリップをカット、31秒15でカットで、今度はデリートではなく選択、分割した右側を選択しますと、それをですね、エフェクト、この右側を選択して左上のエフェクトコントロールパネルの不透明度を展開します。そしてこのペンのマークですね、ベジェノペンマスクの再作成を選択します。そして今右側ですね、これ今全体表示になっていると思うんですけれども、 25%50% だと飛び越えますかね、25、もしくはちょっとやりやすさをするために画面を広げます。そして 50%、 これでもダメですね、もうちょいかな、うん、こんな感じですね、もうちょっといきましょうか。はい、でここで、この背景が出てきている部分に合わせて、この今ちょうど
ペンマスクが出てると思うんですけれども、このようにペンで手の輪郭を折っていきます。このグリッドの出てくるハンドルを調整することで楕円にしたりすることができます。このようにですね、背景飛び出た部分を囲っていきます。なるべくパスは多めにしておいた方がいいと思います。するとつなげたところだけ表示されるようになります。これだとダメなので、一応先にマスクの境界をぼかしは、ここですね、10のままで反転にチェックボックスを入れるとこういうことになります。指で透過した部分以外のところが映るようになりますね。でマスクのぼかしは、10にしておいた方がいいです。今押してしまいましたね。この段階でマスクパスっていうところのこのストップウォッチなんですけれども、アイコンをチェック、ここが軸になります。続いてですね、1フレーム進めていきます。矢印の右側を押すと1フレーム進みます。31秒16、するとこのように手が動くのでずれるわけですね。このマスクのパス囲んだところが、でこれをドラッグして調整していきます。このポイントは調整することができます。このようにですね、このよう、今これここですね、手の輪郭に合わせてつなげていきます。これ今直線的になってるんですけれども、ここの拡大で150とかにすることによってより細かい調整をすることができます。でこういうことですね。で操作していくとこのように、違ってドラッグハンドルが出てしまうことがあります。これをやると、曲線を描けるんですね。今使えるんですけれども、なるべく直線のまま進んでいきます。どうしても曲線ばっかり出てしまうというときは、拡大をするとやりやすいです。ハンドルでこうやって曲線を描くこともできます。ね、こんな感じですね。進めていきます。最初からポイントは多めに作ってるのがコツですね。これでできたかな。そうですね、これで31秒15フレーの時、31秒16フレーでマスクパスが追従していきます。でこの作業をですね、31秒26まで、この手が行き切るところですね、ここまで、もう画面が切り替わる最後のところまでマスクパスを調整します。で進めていきます。次は31秒17、進めて、このマスクパスクは表示しないときはこの不透明度のマスク1を選択してください。するとマスクパスが出てきます。このように1個ずつ
手のひらに合わせていきます。こんな感じですね。もちろん、ドラッグ曲線を描く方ながらやっていく方がすごく綺麗には作れますが、まあ、この数フレの手の動きなので、まあ、直線でも大丈夫かなと。できました。再生すると、このように切り取られた部分が黒くなります。でこのままだと、ダメなので、このマスクした部分を選択ツールで選択してシフトを押しながら上に V2 のレーンに上げます。そして詰まった部分をカット4を詰めていって再生すると手が抜けると次のカット04の背景が出てきてピョコンとこの女の子が出てくるという感じになります。次に44秒212、まあ、一番後ろですねにインジケーターを合わせます。でファイル新規レガシータイトルを選択して、ファイル名坂口あやクリップ名ですねと打ちます。するとレガシータイトルの表示がされます。でテキストツールを選択して真ん中であや坂口で、真ん中ゾロ A でフォントも調整します。見出し明朝を使います。センター性ですね。でこのパネルを閉じます。でこのプロジェクトパネルに坂口彩というクリップが表示されているのでここの44秒21の部分にドラッグして配置します。このクリップの左側を右クリックデフォルトのトランジションを適用するとフェードインが適用されます。でこれでほぼほぼ編集は終わりで今度はカラーですね、色補正となります。一番上のカラーレイアウトをクリックするとカラー用のレイアウトになります。一番最初カット01を選択して、右上にルメトリーカラーパネルというものができているのでこの基本補正のホワイトバランス WB セレクターのスポイトを選択します。ちょっと黄色がかっているので白を選択、この歩道橋の白ですね、本来の白を選択すると、目で見た白色に近くなります。続いて、基本補正のトーンを2明るくします、コントラスト44メリハリをつけます。ハイライト30明るい部分をより明るく、次シャドウを70暗い部分を明るくします。でクリエイティブっていうところを展開、クリエイティブのルック、これの富士エタルナですかね 250D コダック2395というものを選択すると、まあ、淡いフィルム調みたいな色合いになります。ちょっと強すぎるので強さを75、このルックの強さですね、ちょっと弱めます。さらにカーブ、暗い部分をちょっとだけ持ち上げます。でするとですね、これはエフェクトなんですけれどもルミトリカラーの下の FX というところを切り替えると元のやつ、エフェクト適用前、適用後、まあ、これだけ違うんですね。まあ、インスタのようなフィルター効果が適用できます。でこれと同じエフェクト内容を、他のクリップにも展開していく、コピーしていくんですけれどもカット01クリップを選択してコマンド C もしくは編集からコピー、そしてカット02を選んでコマンドシフト V、 Mac の場合ですね、もしくは編集で属性をペーストで、ルメトリカラーの部分だけチェックを入れて OK、
するとカット1輪01に適用した色補正がカット02も適用されています。しかしちょっと明るすぎるので、カット02を選んで基本補正の露光量を 0.5 でちょっと暗くします。で、このカット02のクリップを選択してカット03を選んでコマンドシフト B 属性をコマンドシフト V でコマンドオプション V ですね、属性をペーストでエフェクトのルメトリーカラーをだけをペーストします。でこれも明るすぎるので録音量を0、さらに暗い部分も明るすぎるので30、シャドウを35になります。で忘れてはいけないのがこのちっちゃい、マスクで切り取った手ですね。まあ、見てみると、まあ、色が急に変わるわけです。なのでコマンド、カット03クリップをコピー、短くマスクにで切り取ったカット03にも同じ色を適用。コマンドオプション V ですね。適用して同じ色にします。最後。もう一度カット03の色補正を コマンド C でコピー、カット04にコマンド C オプション V で、ルメトリーカラーだけをペーストします。今度逆に暗いので録音量を1で明るく、クリエイティブのところのルック強さを75から100により、淡い感じにしていきます。これで、色補正も終了です。で最後確認していくとさっき入れた44秒21が唐突に真っ黒結晶になるので、こちらこの坂口彩というテロップクリップを選択してMac の場合はコマンド、Windows の場合はコントロールをしながら矢印を右に2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、15回押します。すると15フレーム後ろ倒しになります。でこの伸ばした分だけカット04を伸ばします。すると真っ黒になるんですね。伸ばします。伸ばし分だけカット04を伸ばします。そして、右側をカット0の右側をクリックしてこちらもフェードアウトを適用で適用されたトランジションをクロスディゾルブをダブルクリックして15フレにします。その15フレでフェードアウトします。こんな感じですね。再生するとちゃんと真っ黒になってからテロップが出てくるというようになります。で最後編集画面に戻しますがミュージックのクリップですね。最初に読み込んだミュージックのクリップを頭からオーディオ1に入れます。飛び出た部分をドラッグして短く一番最後に合わせます。デフォルトのトランジション適用で右側をクリックしてフェードアウトで、レベルをミュージックのクリップを選択してエフェクトコントロールパネルからレベルをマイナス6にします。再生すると、このようにですね、今色補正インスタとかにやるようなフィルターを適用しながらしかも縦画面の、ポートフォリオ画面っていうんですかね、人物にフューチャーした映像が出来上がりました。でここも場面転換とかも、なるべく面白くしていく手法になっています。最初から最後まで画面切り替えをいろいろアイデアを出したりとかのとこですね。これで真っ暗にすると名前が出てくる。こういったことが、プレミア編集上撮影上でできます。これの、具体的解説本っていうのが、
本の中でより解説されています。他にもたくさんいっぱいネタがありますので、ぜひこの動画を参考にして、購入していただける際は参考にしていただけたらと思います。今回は以上です。ちょっと長くなってだらだらしちゃいましたが、今日はありがとうございました。